毎度毎度。はい、そもそもね、うちハイレアの例、ウィッグがないんだよね。ハイレアがないから、これワンレンのやつをね、逆さにしたらどうよ。これね。ハイレア、こんなもん？ん？こんなもんでいいの？巻きにくいって。もっとハイレアになってんの？これワンレングスだからね、これ真上に持ち上げた時に、もうこれ以上ハイレア入れる人っているのかね？もっとレア入れんの？真上に持ち上げた状態でね、ワンレックスぐらいになってる程度のハイレアだけどね、これ巻きづらい。まあ落差にして何センチ、6センチ、7センチぐらい、2枚ペーパーにしても巻けない。まあ何枚ペーパーでもいいんだけどね。まあ巻きにくい時はね、はい、折ってるちゃんとかやってね。で、細いやつのが巻きやすいかな、まだね。で、太いんだと巻きにくいよね。これね、大体ね、巻きにくい人はね、力入れすぎ、テンションかけすぎ。ね、あんまりテンションかけないのが無難だよね。どうやって巻くの？まずね、基本はテンションのかけすぎだよね。これをさ、きれいに平行に巻けっての、この状態で。これをさ、このロッドのさ、横幅でさ、きれいに巻けっつうのは、これ物理的に無理だよね、こういう状態。これはさ、巻いて、まあペーパーがちょっと足りないね。テンションかけすぎてちょっと流れちゃったね。テンションかけなきゃ巻けるよね。テンションかけなきゃ。それでも巻きにくいって言ったら、やっぱり長いペーパーあるからね、大きいペーパーね。こういうの買ってもらうといいよね。小さいペーパーでわざわざさ、茨の道を通ることないよね。大きいペーパーないの？大きいペーパー。え？こういうのだと巻きやすいよね。まずね、力を入れないことだよね。はい、力の入れすぎ注意ね。まあここまででかくてね、こうやって折っちまえば大体これも巻けるよね。でもこれ長きれ長いでねえ、ちょっと今乾いちゃってね。ねえ、これやるとね、どういう巻き方するのかね、大体巻いてやれば OK だけどね。大体滑っちゃう人は力の入れすぎだよね。でそもそもさ、ここまでレイヤーが入ってる人さ、このさ横幅で巻くってのがやっぱり厳しいよね。ブロッキングの取り方だけど、四角形に取っちゃった方がいいよね、正方形にね。で少ない面積、縦減らす、縦減らして横振らすって感じでね、巻いた方が巻きやすいよね。でもそれほら、お店によってね、そういう巻き方はダメだとかってね、わざわざね、難しい巻き方させてね、アシスタントがね、巻けないのがね、嬉しいじゃないけどね、そういう意地悪な先輩もいるからね、まあ、臨機応変にね、ここ狭くするとね、巻きやすいよね。当然このレイヤーの幅がっていうのがなくなってくるからね。だけどね、テンションのかけ、まずテンションのかけすぎだね。ちょっと状況わかんないけどね。これただ置いてあるだけね。ここにね、こうやってね。テンションかけると全然負けないよ。うん、大体そうだね。まあ、あとね、まあ、いろいろやり方あるよね。これとにかくね、横幅をさ、広く取っちゃったら巻きづらいよね。こんなね、ロッド幅で取れ。ロッド幅で取れ。しかも、毛束を収束させるな。毛束を収束させるな。収束ってここね。毛束を収束させるな。わざとさ、ハードル高くするわけ。でもしくは、これ上に持ち上げて巻くっていう技もあるよね。場合によっちゃね、巻けねえじゃ話なんだからね、上に巻いたらまた違うって言われちゃうよね。ねえ、どうにでもさ、やりようがあるんだけど、お店のほうがやり方ってのあるからね、どうにでもやりようがあるんだけど、お店のやり方があって、そのお店のやり方に従ってないとダメだからね。まあ、状況見てみないと分かんないけどね、まずテンションかけないってことね。
ね、テンションかけないってことね。こんなね、力めば力むほどテンションかけるとね、こう外れる滑っちゃうからね。テンションかけないで巻く練習ってのはちょっとしたらどうかな。ね、ハイレイヤーでしょ。ハイレイヤーだからってさ、立てて巻く必要ないんだよね。こう横で巻いてさ、巻き終わりが縦になってりゃいいって場合もあるからね。はい、横から入ってね、まあ、横から入って、はいね、最後巻き終わりね、斜めになってりゃ OK。 うん、結果良ければ全て、ほらそんな変わんないでね、縦で巻いても横で巻いてもパーマッツなね。まあ、お店のやり方ってあるからね、その先輩のやり方からね、そこが一番難しいんだよね。先輩があえてやりにくい巻き方をさせてるっていうの、あ、先輩がね、上に立ってる人が頭良くないとね、下の人がね、困るよね、苦労するよね。仕事だからね、楽しく巻くっていうより、しっかり巻く、なんつうのこれ、難しい巻き方をさ、して楽しむって必要ないんだよね。手堅く巻くってことが必要だからね。とりあえず今日はね、ハイレイヤーのウィッグがないから、ワンレングスのオーブをね、逆さにしてね、ちょっとやってみたけどね。で、しかもほら、よく見るとさ、うちの巻き方は、ややアップステムにしてるけどね、これをさ、ハイレイヤーの毛をさ、さらにさ、ダウンステムで巻けとかね。まあこれ今、アップステムになってるよね。アップステムにした方が巻きやすいよね。だけどね、それじゃダメだって。気に入らねえって、なんかやだ。ダウンステムで巻いてくれ。それをさ、ダウンステムにしてさ、レイヤーを縦巻きで巻いたらさ、落差がさ、10センチぐらいになるよね。短いのと長い系のね。まあ、ベテランなら負けるかもしんないけどね。さ、そのベテランの方もさ、昔自分が負けなかった時のこと忘れてんだよね。もう最初からできたようなつもりになってさ、アシスタントに、ほら負けみたいにね。やっぱりね、アシスタントとかね、やっぱり、美容室に入ったばかりの人だとね、負けないからね。で、それをどう負けやすくするかってのも先輩の、ね、頭の良さ悪さってのが出てくるよね。で、コメントの方にさ、二枚ペーパーでも短い毛の方がスルッと抜けちゃいます。抜けたらさ、巻かなきゃいいのよ。もう一本巻いたらどうよ。その一本で巻ける範囲の毛だけ巻いてさ、でね、で抜けた方はもう一本巻いた方が手堅くね、早くね、倍巻いちまった方が。多分ね、もたもた一本巻くんだったら、二本巻いちゃった方が早いんだよね。しかもね、涼しい顔してね。先輩より涼しい顔してね、余裕の表情で巻いてたらね、先輩ね、なんか嫌だって始まっちゃうからね。そのやり方はなんか、その巻き方はなんか嫌だって。理由なんかねえよ。なんか嫌だって。負けたのが悔しくて言い出しちゃう人もいるからね。まあ、でもね、基本レイヤーをさ、ハイレイヤー巻くときはさ、縦スライスってのはさ、どうかなと思うよ。巻きづらいのをさ、さらに巻きにくくしてさ、それを巻く技術を見せびらかしてもさ、仕上がりなんかさ、自分も何人もパーマかけてきてさ、あんまり変わりゃしないって。まあ、パーマね。だから、いかに巻きやすい巻き方でね、手堅く、早く、綺麗に巻くってのが大事でね、一本一本がやっぱり、汚く巻けてんじゃねえ。そんだったら一本一本が綺麗にね、巻けてた方がなんか綺麗にパーマかかる気がするよね。まあ、パーマだけどさ、テンションかけた方がよくかかるとか昔から言われてっけど、自分がやってきた経験だとね、テンションね、関係ない気がするよね。巻いた毛の方が、関係あるよね。何ミリのロットで巻いたかの方が。テンションは関係ない気がするんだ。何年も、パーマかけてきて。まあみんなどう思うかね。逆にきっちりさ、テンションかけて緻密に巻いて、二液が浸透しにくくなる毛先に、その方が嫌だよね。一液はほら毛細管現象できっちり巻いても入ってるけどね、二液はね、なんか入りにくい気がするよね。毛細管現象だってもうすでにさ、中間水栓してさ、油水でさ、たっぷり水分吸ってる状態なんかさ、二液なんか表面しか入んねえってね。それ毛先にね、届かねえんじゃ毛先が取れたり緩かったりね、損傷になったりね、後々ね、毛先がバサバサになっちゃったとかね。まあ、いろんな弊害あるよね。はい、頑張ってね。ワインディング。練習しなきゃうまくなんないからね。はい、お疲れ様でした。